神奈川県ラジオネームグナリン。おい平子、なんでこんなに差がついたと思う？それはリスナーの愛がそのまま反映されてんだよ。佐川さんはみんなに愛されてる。ただそれだけだよ。なんなん。じゃあいい、俺喋んなきゃいいんじゃね。じゃあ、いやまたそうなっちゃうから。違う、みんなやめりゃいいじゃん。じゃあみんな愛してます。酒井の一人のやつでいいじゃん。違うみんな愛してるんだ。みんな愛してるから。え、ちょっと早くメールちょうだいよ。メールちょうだい。じゃあいいよ、これいいよ、酒井が全部読めばいい。いやいやいや、ちょっと、ラジオネームジェンバ。平子、みんな必死にやってんのにちゃちゃ入れんじゃねえよ。ふざけるなら帰れよ。平子帰れって、マジで。お前みたいなやついるとマジで冷めるわ。帰れよ。帰るよ。じゃあそんな言うんだったら帰るよ。いやいやさ、いやいやね、捜査に協力してください。うるせえ、おめえも。ちょっとマジで。ラジオネームシャレ神戸。はい、平子、投票負けたのかよ。リスナー正直だな。何、ガチなの。そうか、そこで言ったらそうか、負けてるわけですね、平子さんは。ガチってこと？いや、ガチっていうか、まあそうですね、負け、一応集計はガチです。はい、いいんじゃない別に。じゃあすげえじゃん、すげえじゃん。あれだ、平子不要論だろ。そういうことじゃないですよ。じゃあいいんじゃない。そういうことじゃないってね。そういうことじゃないよね。いや、そうさ、平子不要論をさ、もっとさ、うん、声を高めてさ、酒井のピンをさ後押しすればいいじゃん、みんなで。全国のみんなで。いや、それでよくない？それで楽しいならみんなよくない？いやいや、そんなことない。平子さんが必要、大事、主軸。え、こじるりはどう思ってんの？言って、同じこと言っていく。主軸主軸。あれ、なんか噛んじゃった。あれ、言いなじゃない。おめえよ、言いなじゃない言葉。ゲストなんだから、おめえとか言うんだよ。ちょっとこんなメールも来てます。ラジオネーム、ジミロング。平子さん、さっきから何も起きないのかよって怒ってるけど、ここは平和な島なんだからしょうがないじゃん。じゃあ聞くけどさ、嘘かけってこと？嘘を書いてこいって言ってんの？みんなで楽しくやってんのに、なんでそういうこと言うの？そんなに刺激的なメールが欲しかったら、ご自慢の脳みそで面白い文章を書いて、自分でメールすればいいじゃん。だから男子って嫌い。平子さんのバカ。こういう顔めっちゃ面白いのにな。なんだよ、伝えらんねえの今の顔。何なんつってんの。いい顔してました今。舐めてんだろ。こうやってきてるんですから。そうですよ。はいはい。あ、メール来てます。ラジオネーム T ネック。もううんざりだわ、今日の平子。いや、ほんと嫌。平子っていくつかパターンあんじゃん。今日の平子はみんなが嫌いなタイプの平子、リスナーが嫌いなタイプの平子。酒井わかる？このニュアンスわかるでしょ。嫌いだわ今日の平子の感じ。なんかそうみたいですね。今日の平子さんのパターンはあんまり。ちょっと俺だって嫌だよ今日のパターン。みんな一丸となってマイナスの方向に突き進むパターンだろう。悪循環になってる。そうだ、悪循環だよ。そうだよ、そうですよね。ちょっとね、みんながこの今の平子を出したんだよ。うん。メール来てます。ラジオネームさよなら世界観。先週もなんだけどさ、平子主導の回の時点で終わりなんだよ。はい、論破。じゃあやめる。え、やめる。やめたらどうすんの。やめたらどうすんのよ。これだわ、世間に渦巻く平子不要論。じゃあ不要論が渦巻くんだったら、うん、あ、うん、そっか、じゃあ俺いらないんだなって。いやいや、やる、みんなやる、やる、やろ、やる、やる、分かった分かった、やるよ。やるのかい。うん、やるやる、うん、ごめんごめんごめん。本当さ、うん、今島、うん、うん、平子イコール真水。よく気づいたな。いつもあると思うなよ。
いつかなくなる。俺がいなくなったら、真水って平子さんって。生活の中に溶け込んでたけど、うん、いなくなって初めてわかる真水と平子。だから、もうやります。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。言い過ぎて、言い過ぎて。そうだね。はい。頑張って。みんな一致団結してやっていこう。そうですね。ね。やっていこう。さあ、ということで、うん、次は何をするのかということになるんですけど。はい。来週、練習試合をします。はい、出た！聞いてないやつ俺が聞かないやつ出ました。平子不要論。いや、そんなことない。平子蚊帳の外システム。そんなことないですから。発動発動してないですから、大丈夫ですから。それは APCD の河合文人です。五関浩一です。酒井健太です。平子祐希です。さあ、この時間は APCD のオールナイト日本をお送りしています。はい、行きましょう。さあ、今日のメールテーマはアクロバットメール、うん、どんなアクロバットリスナーがいるのでしょうか、紹介していきましょう。行きましょう。指定のポジション、それいつも俺のとこだから返してよ。いや、もう今日はね、はい、このグループを結成したってことは、うん、そういうことです。いつも僕 MC 担当なんで、はいはい、ネタリーダー担当、はい、いや、ここラジオでもやらせるな。平子さんは必要なことだけ喋ってください。しましょう。大丈夫です、大丈夫です、僕が無駄なことはね、喋らない。大丈夫、河合さん全部やる。無駄なことってなんだよ。大丈夫、俺の喋ってんの無駄みてえのさ。どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。ちょっとメール来てます。千葉県ラジオネーム清水。はい、平子さん、バイバイ。足痛いなら無理しないでいいよ。お菓子とジュース買って家帰ってスペイン対オランダでも見てなよ。大丈夫大丈夫、河合くんと五関くんと酒井さんとリスナーで協力してやるから、マジで大丈夫、マジで帰っていい。怪我してるやつ今回いらないし。平子さん、バイバイ。すごいですね。これ夜中の意地悪ですよ、これは。ですよね、ずっと夜中の意地悪ですよ、ね、中2の時思い出したわ。嫌な思い出が。いじめられてた頃だ、まだまだ来てますか。ラジオネーム甘いものが好き。はい、はい、河合くんの言う通りだわ、はい、平子いらね、平子不要、生半可な気持ちでやるなら帰れよ、ぽっちゃり芸人。すごいですね、続きますね。じゃあ帰る。そんな攻めますか。帰るじゃあ。続きます。じゃあいんない、いんないなら、じゃあいいよ。メール来てます、はい。ラジオネーム龍一郎。平子もう分かったろ、よく聞けよ、ゆっくり言ってやるから。お前は今日必要ない、わかったか。お前は今日必要ない。五関くん、あ、はいはい、ケツケって平子を家に返して。なんだよその言い方よ。その言い方ねえぞ。ターゲットは溜まってたんでしょうね。なんで結局俺なんだよ。ゆいちょろさん、すげえ溜まってて、そこで戻すなよ。多分きっといいじゃん。ラジオネームミッキータカノフ。はい、平子の日引くわ。平子のライターで炙ったろか。平子の子、今夜は帰れ。やっぱ結果帰るんですよ。帰らせたら。何よ俺、今俺帰る流れじゃなかったじゃん。帰させたいんでしょうね。まあ、僕、うん、最近というかロケでちょっとハワイに、まあ行きましたね。はいはい、行ってまして、うん、はい、いや、もうその話すんの、ちょっといいですか、話しても。俺別にいいんじゃない今。いや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 。ええ、いや、さすが俺行ってねえから。ハワイは、はい、行ってないですけど、うん、まあ、オンエアは9月の最初のなんかちょっとまだ分かんないですけど、うん、はい、ありますね。有吉さん、夏休みぜひ見てください、皆さんね。そうですね、まあ、平子さんはちょっとねいなかったですけど、まあ、うん、そこは別にその何回も言うところじゃないでしょ。それはお互いで個々でお仕事があるわけだからね。まあ俗に言う平子不要論的なね、なんか、いや、不要論っていうか、俺は俺でまた別なね、はい、お仕事をいただいてて、そっちは平子必要論を論じて、平子必要論ってなんだよ。そっちの方がなんかバカにしてる感じがあるわ。自分で言ったんですよ。誰も言ってないから。なんだお前、平子必要論って。いや、俺言ってないから。舐めてんじゃねえよ。平子さん、俺言ってない。自分で言ったんだって。俺何も言ってないから、それ。今のは俺腹立ったな。だから言ってないんだって、俺。平子さんが全部言った。平子必要論だけ取り消してくんねえか。言ってねえんだって。自分で消せよ、自分で書いたやつ。まあまあ、いいですよ。はい、はい。まあまあね、今週の放送なんですが、うん、で、何、今週も酒井仕切りっていうことで聞いてるんですけども、はい、まあ今ちょっとね僕も言いましたけど、うん、まあ、アルコ&ピースの抱えている問題、
平子不要論だから、ね、それは俺なんか俺発信で言うのはいいけど、うん、お前言っちゃダメなんだよ絶対に。いやこれマジでねコンビとしては有識事態なんですよこれ。なので今日は平子不要論を払拭します。払拭？はい。どうやって？まあまあそんな焦りなさんなって平子さんそんなにね、そういうとこじゃないですか。不要論を払拭していきましょう二人で、リスナーも含めて、うん、ちょっと顔見して、近くで顔見して、一回ちょっと、いやだやだ、殴るだろお前、殴るだろ、殴るわけねえだろラジオだぞ、俺だってお前頼むぞ、うん、ある程度のラインとこで遊んでるよ、うん、ラジオだぞラジオ、ラジオでなんで俺ビンタされなきゃいけねえんだよ、乗ってみ呼んでこい、映せこれ、暴力だ暴力ただの。なんだよこれ、なんで殴られなきゃいけないんだよ。おめえ踏み込んだんだよ。え？踏み込んじゃいけない、ピューマの巣にな。ピューマだったの？ちょっと待って。甲子園に出場して今までバカにしてきた奴らに目に物見せてやりましょう。平子さん、この世に不必要な人間なんていないってことを証明しましょうよ。いい加減にしろよ。な、いやマジ痛くなってきたわ、あっちいわほっぺた。インターで痛えよ。ラジオネーム前豆、うん、平子さん素直になろうよ、うん、俺たちも平子さんも不要なんだよ。なのに暴力まで振るったらさ、うん、それはもういろいろ問題起こしてクビになるタイプの相撲力士と一緒だよ、うん、手がつけられないタイプの問題児だよ、うん、俺も頑張るから、うん、平子さんも頑張ろう。いや来てますね。いやそれはそうですよ、やっぱりっていうか、いやもう完全暴力でしたよ、パチンになったし、みんなは気づいてますよ、こうやれに言いますよ俺。あじゃねえよ別に。あやべえじゃねえよ。いいわそれで。先輩に申し訳ねえじゃねえよ。2年の俺が1年の3年の先輩の頑張りずっと見てきたから。今日は平甲子園と題して、平子さんと同じく世間から不必要とされているリスナーを集め、甲子園に出場します。みんなを見返してやりましょう。ちなみに平子さんはエースで4番です。あいいなそれは。あもちろんもちろん、あの、うん、不要っぷりず抜けてっから、それ平子さんは。俺がはい、あれず抜あのあとすね出してすね、何すんだよ、鉛筆で龍歩ってやるから、あまた高野連に、あ先輩に迷惑かけっからじゃないよ。褒め言葉ですから一応ね、まあ、平子さんの不要プリはマジであの超高校級です本当。いやもう正直甲子園じゃなくてもうメジャーでも下手したら通用するんじゃ、もうスカウトも来てますからね。メジャーから不要具合をメジャーの外国の人がサングラスかけて、そうスピードがどういうことなんだよ。野球関係ねえじゃんそれ。どういうスカ、何をスコアつけてんだよってなるじゃん。ちょっと見せろよってなるよ。何のスピードだ。普通の本当の野球のスコアだったらわけわかんないよ。野球の実力じゃないでしょだってそれは。平子さんとに一緒にいるところ見られてるから、俺らも不審者扱いですよ。だからちょんまげカツラをかぶれっつったのに。マジで平子さんに足引っ張られるの何回目だよ。カスかよ。カスかよってなんだよ。あれか、このフラグだったのね。さっきのはね、平子殿は糞尿以下でござるな。言い過ぎだよお前。なんで糞尿以下。誠に平子殿は KY すぎて糞尿でござるな。糞尿ってなんだよ。言いようやべえな。はい、ということでラジオネームクリックス殿よりいただきました。平子殿、何をしてるでござるか、うん、お主のせいでスペシャルウィークがひっちゃかめっちゃかでござるよ。平子殿は土砂物以下でござる。いや、そんなもすげえ言うな、ね、アドバイスをしろよ。分量土砂物、ね、ただの人としての格をどんどん下げていくんだよ ね。なんか小屋しかなんかになる、これフラグ立ってるもんね。あれは起きた掃除ですね。新選組最強の剣士でござるよ。こいつは厄介でござる。いいよな、俺の極真空手でボコレアいいじゃん。いや無理です、それは。糞尿では新選組に太刀打ちできぬでござる。糞尿ってやめろよ。
何なんだよそれ。土砂物糞尿、糞尿、土砂物だの、糞尿だのよ。土砂物糞尿やめろよお前。俺の子供たちがかわいそうだよ。土砂ふんどのね。土砂ふんどの。土砂ふんどの。札幌市ラジオネームギャライト。いいですね、うん、平子さん誕生日おめでとう、うん、37歳になってふかす芸風って恥ずかしくないの。平子さん、今年を変化のために大事な1年にしてね、うん、なあ俺え、なんふかす芸風って。それ俺芸風ふかしてねえし。いや平こるみたいなことも。いやじゃあ平こるで通用するじゃんこのラジオ内では。なんだふかす芸風って。今そこ紐解く必要あるよ。いやでもそういう嫌な言い回しでさ誕生日によ。で素直な柔らかい気持ちでこの子書いてくれたら。柔らかくねえだろふかす芸風って。うん、いやそんなトゲトゲしないでよ。思ってんだからちゃんと思ってること書いてくれた。だから言ってんだよ。でも本当に思ってること書いてんのよ。だから言ってんだ。いやだから言ってんだよ、うん、思ってること書いてるだろうから言ってんだよ。これマジで嘘偽りないです。だから言ってんだよ俺は。いやちょっと1枚目から、おい3枚目ぐらいからやっとかならさ。いやもうどしどし来てますから読んでください、ラジオネームスペインのミスター。あ、僕が好きな平子っち。ほら、うん、僕が好きな平子っち、売れてないくせに髪型に気を使う自尊心。僕が好きな平子っち、金がないとかほざくくせにいいカバンを買い揃える自尊心。僕が好きな平子っち、僕面白いでしょという自尊心が見え隠れするツイッターの文章。僕が好きな平子っち、現実を見ないで変わろうとしない自尊心。僕が好きな平子っち、ゴミみてえな自尊心。僕が好きな平子っち、ガキみてえなマインド。平子っちおめでとう。こら、ほらダメです。一生懸命書いたんだからこれでもちゃんと。自尊心。俺ツイッターやめる。ダメです。いやそういうことじゃないから。自尊心なんでしょ。髪型ももしゃもしゃにする。いやそれでもほら平子さん、カバンも買い揃えない。買い揃えないってなんだよ。買い揃えてるわけじゃねえや。なんでこんなディスらなきゃいけねえんだ俺が。ディスって捉えるこれ。迎えたばっかよこれ言ったら。はい、ディスじゃないからこれは。寄せ書きでこんなんあっかよ。なあ、まっすぐ言うぞ、うん、こんな寄せ書きはないんだよ。いやこれ寄せ書くのか。いやそれですよ、かつてそれが平子さんですよ。これか。そうそれ。いや こういう気持ちもあるんですよ。でも腹立たしくてしょうがないよ俺は。そんなことないですよ、うん、福島県ラジオネーム平子の父です。え、そう、ゆきおめでとう。お父さんです。あんなに小さかったゆきが37歳を迎えるなんてちょっと信じられない気持ちです。え、マジじゃん。知っての通りうちは次男がレスキュー隊員、三男が海外留学と、二人とも小さい頃から優秀でした、なのでゆきが芸人になりたいと言った時は、まあこいつは失敗してもいいか、このことは距離を置こう、次男と三男だけに愛情を注ごう、そんな風に思ったことをはっきり覚えています。芸人崩れのお前と連絡を取るのはこれ気になると思います。適当に生きてください。もう関係ないんで、金輪際絶対に連絡をしてこないでください。父より。お父様からいただきましたけど、ね、ステッカーあげましょう。あげねえよ、ふざけんなよ。あげましょうよ。ダメだこいつ、だってこいつさ、うん、ラジオネーム平子の父ですっつって、うん、住所も他何にも書いてねえんだよ。だから父だからですよ、それ分かるだろうってことでしょ。俺の実家に送ればいいのか。実家に送れば平子さんが正月帰った時でも平子さんに渡しますよとかくれんのか。冗談じゃねえや。いやお父
ト様からね寄せ書きいただいたらこれは嬉しいんじゃないですか。最低の誕生日だぜ嬉しそうだな引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。程度想像したけどはるか上よ、ラジオネームカエルくん話すけどさ、平子さんお誕生日おめでとうございます、うん、そんな平子さんにこのことわざを送ります、うん、人の一寸、うん、我が一尺、うん、この意味は他人の欠点は少しのことでも気がつくが自分の欠点はどんなに大きくても気がつかないことの例えです。ふかしの平子他人の言い間違いにくどくど上げ足を取る、うん、ふかしを固くなにやめようとせず他人を巻き込み次第には全員を出口のない迷路に誘い込む悪しき輪廻誕生日を境にふかしからの下脱期待しています、うん、やっぱりみんなそう思ってんだ。ふかしのこれ何のつもりしたの送ってくるやつそれだから寄せ書きですよ。寄せ書きじゃねえだよ。素直な気持ちなんですよこれが。でも誕生日にディスりましょうのコーナーじゃねえか。違います。生まれた日に。違います。こういう記念日ディスりましょうのコーナーで。違います。誕生日だからこそこういう気持ちも受け取ってほしいっていう。誕生日にディスられてどういう気持ちになればいいんだよ。ここを機に境に生まれ変わろうって思ってほしいんですよ。なこれ悪しき輪廻とか言われてよ。悪しき輪廻ですよはっきり言うけど気づいてくださいよ引き続きあなたからのメールお待ちしております。メールアドレスはab@allnightnippon.com です。さあアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部地域の方とはお別れです。どんな気持ちで別れるんだ、この後も聞ける地域の方はぜひ最後までお付き合いくださいこら俺は嫌だよはっきり言ったうるせえなもう周りから早く読めだな、ラジオネームテレ東佐久間あらこんばんは、うんテレビ東京の佐久間信行です。ありがたい。担当直入言うね、うん、平子くん君のお笑いは間違ってる何度かゴッドタンに出てもらったことはあるけど、うん、編集しづらい。君が有吉さんの後輩でなければ二度目はなかったのはもちろんのことです。君を出すたび出すたび今度こそは面白いことをやってくれるんじゃないかそんな期待をするのはもう疲れましたおいこれよ、うん、俺のさっきの親父もそうだよ、うん、ラジオネームで誰かを語るときによ、うん、他のデータ全く書いてこねえの何なんだよだから本当だからですよ。テレ東行けば会えるから別にそんなの書く必要がないんですよ佐久間さんになると。本当だったら佐久間何なんだっていうことになるぜなあいや貴重なご意見ですね本当に。貴重なご意見ですねじゃないこれ。いや本当にやめてよ本当に佐久間さんとか語るのダメだよ。これはなりすましとかじゃないと思いますよ。親父さんもそうですけどちゃんと今日は聞いてたんですよみんな関係者。じゃあ親父さんも佐久間さんもやべえぜ。ここにこの企画にカッコつけてこんなまっすぐなダメ出ししてさ。こういう企画だからこそ本当のこと言えんじゃないですか。そういうことだと思いますよ俺。まっすぐ受け止めてください平子さん。これは祝いですよ。あ祝いですよもうやべんか怒ってんじゃん、ラジオネームこんばんは。覚えてますか。あなたが小さい頃に通っていた駄菓子屋のおばちゃんです、聞いてくれてる。あなたは小さい頃から本当に可愛らしく、うん、それにも増してバカで本当は10円の駄菓子を100円だよと言って売りつけても気づかない本当に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 バカな子でしたね。たまにテレビであなたが映るとおじいちゃんは大きな声であのバカガキがバカずらしとるぞと教えてくれます。これからもそのバカ丸出しのバカずらを恥も奥面もなく晒してください、うん、誕生日おめでとう、うん、ずっと応援してるよ。これ親父もそうだ佐久間さんのそうだこれもそうだけども、うん、全部俺の幼い頃だったり仕事場の記憶を全部台無しにしてんだ。叩かない。だってこれ別に駄菓子屋のおばちゃんの場合のメールはお前のあのデータ書いてもいいぞ別に
いや本当に聞いてるんですか、駄菓子屋の。何ガチ感出してんだこれ。駄菓子屋のおばさん聞いてねえよ、亡くなった30年ぐらい前に俺通ってた、いたよ、通ってたところあったよ。いやだからあの世からもしかしたらっていうのもあるんじゃないですか。あの世からもしかしたらじゃねえんだよ、だったら余計にだよ埼玉県ラジオネームぺったんこ兄弟とカンカン姉妹。みんななんでそんなこと言うの。平子さんはかっこよくて色気あって超絶スーパー面白マンなのに、ねえみんななんでそんなこと言うの。ほらモスぞこのメール。でもこういうことじゃないからね、これはちょっと違うから、みんなわかってるから、こんなの超絶スーパー超絶スーパー面白マンのこともうタブレットのやつなカンカンの危ないから、みんな分かってるから、そういうことじゃない、素直な気持ちで書いてほしいっていう。いじんなよ、もう1枚ぐらいいいの来たっていいだろう。いやこれいいやつじゃないですか、これは一番ダメなやつだよお前。これ色気があってかっこいい、ぐさぐささしてるよな。んでぐさぐさ刺されてる、まだ読むのか俺が。分かんねえよラジオネーム平子の子孫子孫から来て子孫、うん、2090年からこの寄せ書きを書いてるよ、うん、平子の子孫です。ひいおじいちゃんだよね誕生日おめでとう。すげえな。こっちの世界から伝えたいことがあるんだ、うん、僕の一族は貧乏だよまずお前が芸人なんてやってっから残す金がマジでなかったんだよ。いちるおじいちゃんずっと嘆いてた、金ねえ金ねえってかくいう僕も今芸人やってます。ひいおじいちゃんを反面教師にして芸風を真似ないように頑張ります。僕は売れたいのでやめろお前ドラえもんの一巻みてえなよ。時空を超えてねやってきました、2090年からの世話し的なメールメールこいつでも詳細ちゃんと書いてあった。いやそこはそれが普通なんだよメールの埼玉市ラジオネームワッフルだけなら番組の存在は知っていたけど、うん、今日初めて聞かせてもらっています、うん、番組の空気感がすごくいいなと感じて聞いていてよかったと思ったのですが、今日で卒業するということで残念です今度テレビに出てるの見たら応援させてもらいます、うん、長い間お疲れ様でした平井さんあれ平井さんって書いてあるよご丁寧にひらがなで平井さんって書いてありますよ。初めて初こういう分かんない方も、ああそういう方もおめでとうっていう気持ちが多少なりともあるわけですよ。なんだお前顎に手乗せて喋んなお前。いやマジでマジで本当にそうなんですよ。はい、ラジオネーム佐々木のぞみ来ちゃうか。平子さんお誕生日おめでとうございます。佐々木のぞみです。突然のメッセージに驚いてるでしょうか。実は一度だけ大きな特番でご一緒させてもらったことがあるんですよ、うん、あの時はスタジオですれ違うだけでしたが、あれ以来平子さんのことが気になっている自分がいます、うん、この場を借りて告白したいことがあります。相方である酒井さん、うん、そして番組をお聞きのリスナーの皆さんにも知っておいてほしいことです。え、何？私平子さんにお尻を触られましたすれ違う瞬間誰にも気づかれないように、うん、品性下劣なクソゴリラは私のお尻を触ったのです、うん、あなたが社会的な制裁を受ける日があるなら、うん、それは今日です震えて眠れクソゴリラ佐々木のぞみ詳細を載せろせめて。佐々木のぞみさんからもありがとうございます本当に。なんでこれなりすまし詳細書かねえ流れできてんだ。いいんだよ別にそこ読まねえから。事務所に送ればいいじゃないですか。だってこんな、ラジオネームテンガリオン、こんばんは。平子を取り出した産婦人科医の医師です。私がこの手で平子をこの世に誕生させてしまったこと恥じる俺取り上げた産婦人科の医師平子って言うか苗字でよ、うん、今日は何をやるんでしょう。あ、ここでデータ来てます。まさかよ兵庫県ラジオネーム赤い、あ、ごめんなさい、これちょっとじゃあ平子さんに読んでもらおう。え、俺、うん、うん。兵庫県ラジオネーム赤い水星ペン、うん、今回僕はアルコ&ピースのオールナイトニッポン最大の特徴でもある仕切りの回数を調べてみました、うん、結果は酒井さん仕切りの回76回、
平子さん仕切りの回68回、うん、アーティストの欄のような酒井さん仕切りとも平子さん仕切りとも取れない回9回という結果になりました、うんうん、そしてこのデータの面白いところはここからです。放送開始から半年おきに仕切りの回数を数えると、酒井さんは5回、8回、13回、12回、20回、21回と着実に仕切り回を増やし、うん、平子さんは20回、16回、12回、9回、6回、5回と少なくなっていっています、うん、これはつまり番組開始当初スタッフさんは平子さんの面白さに着目し、うん、平子さんがメインの企画を多くしていたものの、徐々に酒井さんの面白さと平子さんのポンコツさに気づき、スタッフさんの中では酒井さんの評価が上がっていき、それに比例するように平子さんへの信頼がなくなっていったということです。現に年6回あるスペシャルウィークのうち第1次オールナイトニッポンゼロ時代は平子さん仕切りの回が5回、どちらとも取れない回が1回ですが、昨年度のオールナイトニッポン一部時代ではすでに酒井さん仕切りの回が4回、どちらとも取れない回が2回、そして今年度の第2次ゼロ時代のスペシャルウィークに至っては全て酒井さんの仕切りの回ですというふうにね、データの方いただいています、うん、なかなか数えるの大変だったと思います。どうもありがとう。いや素晴らしい、裏付けされた平子不要論を裏付けされた、これはデータなんじゃないですか、うん、で数字として、うんうんうん、うん、だからさ、まあ、この番組に関してでもそうだし、今後のアルコ&ピースの2人の活動の中でも、うん、俺はだからいらないってことだよね。だからほら、これはもうあのね、うん、解決方法は簡単で、うん、俺が消えればいいんだ。あ、こうなると思ったよ。誰にもさ、誰、うん、にも必要とされないんだから、うん、消えればいいんだ。さあどうしましょう、平子さん、今日はじゃあ仕切りますか。俺いいの、今回いいんすか、俺仕切りなの、いい、うん、いいの、あ、ダメです、僕やります。なんだよ。いや、平子さんに任せるのはもう捨て企画だけですね。なぜなら能力がないから、これもう数字で実証されてます。これで、あ、分かった、うん、殺そう。俺が消えるんじゃない、消そう。そうだ、消せばいいんだ、うん、俺が痛くないし一番簡単。やばいやばい、考え方がやばいです。ラジオネームタクヨシロ、今回の放送で平子不要論の記録また伸ばしたな、まあ数えてないんですけどね。あ、結局は本当にいらないっていうところに落ち着きそうだね。いや、そんなことないんじゃないですか、ラスイチ平子さんいんねんけど。でもいないってそういうことでしょ。いや、いるいる、平子さんはいてほしい、みんないてほしいから。ラジオネームクリックス、平子さん怒らないでくださいよ、みんな平子さんのことマジで大好きですよ。酒井さんと番組サイドが仕切りをあなたに任せないのは意地悪じゃないんです、ただ単に平子さんにお笑い能力がないだけなんです。平子仕切り会はつまらないだけなんです。平子さんが悪いんじゃない、センスが腐ってるだけなんです。嘘でも何でもなく、これ、うん、だから嘘でも何でもなく俺がお笑いやめればいいんだよね。いやいや、そういうことじゃないんじゃないですか。来週だからセンス磨いて来週挑む。あのさ、うん、もしかするとだけど今の酒井の一言ってお前が思ってるよりも大きかったかもしれない。